はい、皆さんこんにちは。 DIY チャレンジのヒデです。今日はですね、すごいたわいもない、話でですね、こちらあのツールボックスですね、あの今回 DIY チャレンジで、これから使うためにですね、あのアストロプロダクツでですね、タイ米はたいて買ってきました。ですね、お値段2380円、でもね、非常にこう使いやすそうなんですね。こうあの岡持ちみたいな感じでこう持てるんですね、こういう感じで。で、さらにあのショルダーもできると、肩でも背負えるとですね。で、材質もですね、見てください、こんな感じで柔らかいんですね。結構僕らラフにですね、使うこと多いので、そう、軽トラックの荷台とかでね、跳ねたりとかですね、もうごっちゃごちゃ、この中もごっちゃごちゃになるんで、こう、衝撃取材ってね、すごく助かるんですよね。こう、これだったら、そんな、割れそうもないので、結構使えるんじゃないかなと思います。で、こういったところドライバー刺したりとかですね、できるので、ちょっとこう、作業途中の、こう、穴開いてるところドライバー刺したりとかですね、できるという感じですね。商品名がですね、フレキシビティツールトレワイドオレンジってよくわかりませんけれどもね、これからですね、何かとですね、 DIY チャレンジ、こちらに工具をですね、アストロプロダクツさんとアマゾンさんを中心にですね、購入して、その購入した工具を使って作業も行っていきたいなーなんて思ってますんでね、いつかこの工具箱に、ツールが、いっぱいになる日ですね、それ楽しみにですね、やっていきたいなって思います。まずはですね、こちらちょっとまずこう、なんですか、こう、アゲアゲな気分にするためにですね、まず箱を買ってきましたというですね、話ですね。はい。これが、いつか満タンになるのが楽しみです。すいません。こんなね、また動画の、締めであれなんですけれども、最近ですね、こういった私どものこう、苦労して撮った、これは全然今回苦労してはいませんけれどね、いつも苦労して撮った動画をですね、盗んで、あたかも自分が撮ったが、ごとくのようにですね、流してる輩がいるんですね。もうどうも外人さんっぽい、日本人じゃなさそうなんですが、正直言って僕らが、作った動画、で、題名もね、ほとんど間違えてるのが多いんですね。その車じゃねえよ、みたいなね、のをね、映してる、やがらがいますので、そういうのちょっとね、また見つけたらですね、一人はちょっと僕、もう尻尾掴んでるのいるんですけれども、もしまた、そういったの複数ね、出る可能性ありますのでね、また出たらお知らせいただければと思います。はい。今日はですね、またこちらのつまんない動画でしたけれどもね、ツールボックス買いましたと。それをちょっと、流させていただきました。はい。それではですね、また今後とも動画の方、よろしくお願いいたします。